ジワランドです。さあ本日ですけれども、はい、2022に買って良かったもの参戦でございます。まだあんまり日が経ってないからさ、まあそう、今日時点でまだ3月の頭ですけども、1ヶ月くらい、その間でも買ってみて良かったものがありましたので、うん、3つほど皆さんにご紹介させていただきたいなと思います。はい、まず1つ目早速いきたいと思います。これもうねすごい番組で僕知ったんです、これは、うん、でもう、もう番組で試してる最中にこれはマジでやばいと、うん、もうめちゃめちゃ気に入ってます。本当に皆さんおすすめ、こちらナイトミン耳ホグタイムでございます。うん、こちら何かと申しますと、うん、このイヤホンのような Bluetooth イヤホンのようなもののところにじんわりとあったかくなるタブレット型のものをはめて、うん、耳に装着すると、寝るときに、うん、すると、うん、耳のこのなんていうんですか、ここなんていうの、内耳っていうのかな、耳の穴を中心にじわーっとあったかくなってきて、あのいわゆるアイマスクあるじゃないですか、ホットアイマスク、ホットアイマスクみたいな、ああいう温かさが両耳の中にこうじわーってあったかくなるんですね。こう耳の穴を温められることがこんなに気持ちいいのかっていう、こんなに眠りに対してこう睡魔を連れてきてくれるのかっていう、最高の商品です。パパこれつけてなくてもめっちゃ寝るの早いけどね。いやいやいや。あれ、もういびきかいてるって。なかなか寝づらいタイプ、不眠症のタイプなんですけど。どこがね。毎日寝息聞いてから寝てるわ。いやこれね本当に試してほしい。でも気持ちいいよね。気持ちいい。なんか耳がさ、あの凝りが取れる感じするよね。そう、なんか耳疲れてんだなっていう感じもするし、うん、耳を温めることでなんか本当にこんな小さなとこなのに体全体のこう中心にある凝りがほぐれていくような感覚が味わえる。いっぱいツボあるもんね、耳って。だからね、あの僕のおすすめはそれをはめて、うん、あったかくなってきた時に、うん、あのフード付きのものを着ていただいて、フードをこうして寝ることで、うん、もうよりあったかい。もうこれはマジで、なんか一時 SNS で大バズりして、うん、薬局になかなかなかったんですけど、ああ、そうなんです。最近ちらほら見かけますので、うん、僕はもう見かけたりも絶対買ってますので、皆さんもぜひお試しください。これのシリーズみんないいよね。ホットアイマスクも気持ちいいしさ、はい、いや小林製薬さんでしょ、あったらいいなですよ。そうです、ぜひ試していただきたいと思います、うん、はい、登録ボタン押してね。で、嫁ランドさんどうぞ。嫁ランドさん、はい、すごいね、うん、何年ぶりだろう、うん、チビランド産んでからはもう一切履いてないんですけど、はい、ちょっと今年入ってからセールで、うんうん、久しぶりにニーハイブーツを買いました。ニーハイブーツ、うん、膝より上、ちょい上、どこの、コールハーン、はい、これ何が良かったの。なんかまたね、ニーハイブーツ流行ってて、うん、スキニージーンズの上から履いてみたり、はい、またさ、90年代の格好流行ってる、知ってる、アムラーとかさ、MC ハマーのあのパンツみたいな、サムエルパンツみたいな、 MC ハマー側かどうかは知らないけど、アユがさ、つけてたさ、尻尾とかさ、もうあれが一周回って、もう流行ってんの。一周回ってってもう30年前だからね。こないだよ。こないだなんだけど、あのお腹出すやつ、ちょっと短くてお腹出すやつとかまた流行ってる。あ、そうだよ。で、また厚底ブーツとかさ、流行ってんの。履いてる子たち結構若い子いるんだって。へえ。でも私はそんなもうおばさんだからあれなんだけど、ほらそういうのの土世代、まあ、私たちの世代がさ、お母さんになって、はい、でまたその10代、20代の娘を持つママになってるじゃん、その世代、土世代の人たちが。で、あ、懐かしいって言って親子の格好してるらしくて、今だってもう昭和ってブームやもんね。そう、昭和が新しいみたいな、うんうん、で、なんかニーハイブーツまたいっぱい出てたから、あ、セールだったらいいやと思って。いくら？セールで。あ、そう、コールハーンって高いもんね。もう正規の値段だったらとてもじゃないけど、うん、6万とか7万とかするやつが40%オフか50%オフか。じゃあもう3、4万で買えた。そう、なるほど。
うん、初めて会うたって言ったらそれは中学生なんだけど、うん、初めてこう大人になって初めて大人になって大人になってというかその紹介してもらった日にもこういうの履いてなかった、こういう茶色の履いてた、よく覚えてんね、履いてたよね、履いてた、うん、なんでそんなの覚えてんの、そう覚えてんね、怖、なんで怖い嬉しいやなんでそんなとこだけ覚えてんの、むしろ嬉しいですよね、なんでそんなとこだけ覚えてんの、何色のワンピースだったでしょうか、なんか柄がいっぱい、あ、それは違う、花柄みたいな、それは違う、あれはあいつか、あそれ違うの、緑系のやつじゃなかった、うんうん、全然真逆、薄い緑の真逆って何よもっと暖色系着てた、もっと薄い、あ、そうだっけ、でも薄いオレンジみたいな、茶色のこれは覚えてんねん、めっちゃ茶色のブーツ履いてた、そうそう、だから若い時は履いてたんだけど、うん、もうさ、そういう膝上の丈のワンピースとかさ、なんかショートパンツとかをなんかもう履くのが気恥ずかしくなっちゃったから、まあ、ニーハイブーツ、まあスタイルはよく見えるんですよ、うん、履けばね、足がまっすぐに見えるし、うん、だからまあスキニージーンズの上からとか、まあ、でもタイツ履いてショートブーツだったらちょっといけるかなとか思ってるんですけど、まあ、まだそれは挑戦しなくて、スキニージーンズとかレギンスの上から履いております、はい、なんかたまに履くといいよ、じゃあ俺も履こうかなとはなんないよなるほどはい、はい、ありがとうございます、はい、何年かぶりに買いました、登録してくれよ、そしてはい、これがもう家族の大のお気に入りだよ、これはやばいです、これ正直買ったのかと言われると買ってはないんですけど、ちょっと仕事で扱うことになりまして、番組でそれをいただいてそのまま使ってるんですけど、まあこれは皆さんにおすすめ、うん、はい、こちらでございます、はい、サーモスの、うん、シャトルシェフめっちゃいいよ、ね、という商品でございます、うん、こちらはですね、外側お鍋に見えるんですけど、うん、外側は保温の、鍋になっておりまして、中にもう一個鍋が入ってます、そうで、そこのお鍋で調理とかして、うん、あとはここに入れて保温するだけでもうお料理が完成する、魔法瓶みたいなことだよね、そうですそうです、皆さんね、サモさんの実力はご存知でしょうけど、一度沸騰させたりしたらもう沸騰したような温度でずっと保温してくれますので、30分とか1時間とか前に入れたやつなのにさ、あっつあつだからね、開けたらさめちゃめちゃ湯気出てくるよね、はい、ですのでこちらがですね、例えばポークカレーで言いますと、具を入れてから5分間お水を入れて沸騰させて、ルー入れて30分ここにほっとくだけでもうカレー完成なんです、そう、まあ具材とかはもちろんこの中の鍋で炒めたりとかしなきゃいけないんだけど、はい、1時間とか2時間とか煮込んで作ってたような人はもっともっとあっという間にできちゃうっていう、でじゃがいもって崩れてドロドロになりますよねそうそう、ところがこれだと煮込まないので火で動かすことがないので滞留しないので、うん、ルーが、うん、ずっと同じ場所に具材はあるまま熱が入るので、うん、きれいにじゃがいもの形残ったままホクホクの状態でドロドロになっていないという、あの切ったまんまの形だよね、まんまです、すごいよね、本当にすごいのしかも加熱し続けないからスパイスの香りが飛びづらいんです、うん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 、だからルーそのままの本来の美味しさがこれだと再現されていると、うん、再現というか、残っている、うん、で今回はですね、ヨメランドがこれ撮影する前にハヤシライスをバーッと作ってくれまして、うん、めちゃくちゃ簡単だった入れてから、15分保温でハヤシライス完成です、はい、作ってだからもう1時間以上経つけど、うん、どれぐらいのものかちょっとご覧いただきましょう、うん、超簡単だったよ、しかもあのハヤシライスのルーで作ったんじゃなくて、このレシピ通りだからトマト缶とデミグラスソース缶で作りました、はい、はいどうぞ、はい、味見をまだしてない、こんな感じです、めっちゃ熱い、ここ熱々、うんうん、これ1時間以上ですよ、そうそうそう、はい、立ってますよ、見ててください、ほらこの湯気、ほら曇ったちょっと味見をしてないんですけども、味が足りなかったら塩コショウ、ほら湯気がすごい、めちゃくちゃうまそう、出来たて、
これね、本当にね、収録の時も言ってたんですけど、うん、子育て世代のお家だと煮込むなんていうのは結構子供から目離すね、なんていうの、うんうん、火から目離せないから子供のとこ行けないんですけど、うんうん、焦げついちゃったりするんだよね。そう、これは保温なんで火使わないんで、そう置きっぱなしです、やっちゃえば。そうだから、あと子供の相手できます。あとご高齢の、方がいるお家、うん、ご高齢の方だけで住んでるとかだと、うん、火を切り忘れることがない、うん、保温しっぱなし、忘れていても、うん、あ、安全だし、忘れていてもあったかい状態で食べる、うん、素晴らしい。なんかさ、煮込んでないからさ、シャバシャバになんないのかなと思うじゃん、カレーでもこれでも、なんでこんななんかいい感じになるんだろうね。煮込んでないんだよ、うん、お肉食べてもらわないと困るんだった。食べてくれる？めっちゃうまい。もう別に味付けしなくて、いや全然いらん。あ、そう、お肉柔らかくなってるから。うん、めっちゃ柔らかいよ。あ、そう、食べようよ。うまっ。おでん作ったじゃない。はい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 、はい、おでんなんてすごい時間かかるイメージあると思うんですけど、はいはい、あっという間にできます、おでんも。本当に本当に、ね、うん、こちらがですね、全100レシピ載ってます。うん、もう煮込みから何から、肉、魚、野菜、ね、ご飯、うん、これご飯も炊けるんです。そうで、スープもできます。もうできない料理ないんじゃないかっていうぐらい、うん、これね、しかもパスタをこちらで茹でて保温して置いとくと、うん、生麺みたいになるんです。あ、そうなんだ。もっちもち、本当にね、うん、おすすめ要素しかない、うん、はい、こちら案件動画ではございません本当に良かったから勧めてるだけです。奈良バーバも買ったって言った、買ったって言ってましたあれだよ、サバの味噌煮とかも作れるんだよ、うん、あ、サバが硬いおらん、違う、煮崩れないで。そう、それも言ってた、うん、このサーモスの人がね、うん、魚とかはイワシの梅煮とかさ、うん、ボロボロになると、うん、そう、これ保温だから動かないから、そうなん、全く形が変わらない、綺麗な状態でできる。そう、本当にお店がで作ったやん。だからシャトルシェフなんだなっていうネーミングだなって分かる。本当にそう。これ進めたいから他の2つをくっつけて動画撮ってるようなもんです。一番のおすすめ、本当にこれめちゃくちゃ良かったわ。パパのあの本番の通販番組の時よりこっちの方が説得力があって。そんなことない俺、あれも、あの日も同じ温度で進めてる。本当いや、これだ、関西おでん、これ超美味しかった。美味しかったね。牛もポロポロになったもんね。ぜひ皆さんもよかったら買って試してください。あと、それお腹いっぱいになった後は、耳ほぐタイムをはめて、ニーハイブーツの夢を見ていただけたらなとちびランドちゃん、チャンネル登録の挨拶言いに来てくれる？はい、ありがとう。チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。